ャプター3、孤独、夜明けまで8時間。よし、どれどれ、さあ来た。レート更新するには先入観を捨てて、抑制を忘れ、すべての欲望と意志を他のものに委ね、高齢術師が引き起こす現象に身を委ねなくてはならない。つまり僕は嘘ばっかり。参加者全員が指示に従い服を脱がなくてはならない。クリス、こら、真面目にやれよ。俺は至って真面目だよ。もういい、早く始める。ああ、頼む。はいはい、やってみるか。アシュリー、最近回収したことだし、霊媒師役やる？アシュリー的に誰かそこにいるの？それか、油肩ぶら、誰かそこにいるの？だから霊として霊媒師としてそれを下ろすか、不真面目に。これちょっと真面目にやってみたいな。誰かそこにいるの？オッケー。誰かいる？もしここにいるんだったら姿を見せて。ちょっと待った。動かしたの？何もしてないよ。また動いてる。H、 なんだって？待って、どうなってる？動かしてる？勝手に動いてるんだよ。嘘だろ。 P、 HP、 ヘルプ。一体どうやって？わからない。これどういうこと？せめて相手が誰なのかわからないと。ヘルプ、助けはいる？どうやったら助けられる？どうやったら、けるじゃん。どうやったら助けられる？どうやったら助けられる？また動き出した。なんて言葉？ケイ。動きが早い。早い。ケイコ。なんだよ。ああ、嘘。警告。僕たちが誰と交信してるのか突き止めないと。あなたは誰だよね。あなたは誰？正体がわからないと助けられないよ。あなたは誰なの？ああ、動き出した。いいぞ。 S、 I、 S、 T、 E、 R。 妹？妹？シスター。妹？誰のだよ。こんなの嘘に決まってる。うるさい。誰の妹か聞いて。ジョッシュ、相手は多分。ああ、でもじゃあどっちのことだよ。アシュリー、聞くんだ。うわー、ハンナあなたなの？ベスあなたなの？いや、助けを求めてる。出てくるとしたらベスじゃない？ベスだよね。うん、あなた一体誰なの？ベス、あなたなの？イエス。嘘だろ。ジョッシュ、あなた平気だ？本当に？なんならやめたって。いや、おい、無理するな。何を言うのか聞きたい。何から始めれば？いいか、もしこれが本当にベスならあの夜何が起きたかわかるかも。そうね、うん。それじゃあ、あなたに何があったの？本当にごめんなさい。問いかけるか。ベス、あなたたちにあの夜何が起きたか知りたいの。 H、 A、 N、 N、 ハンナだ。まだ動いてる。 K、 I、 L、 L、 嘘でしょ。殺された？なあ、一体どういうことだ？もうやめたくなってきた。続けないと。とにかく落ち着こう。多分ハンナは誰かに殺された。わからないよ。じゃあ質問を変えよう。殺したのは誰か、ハンナはどうやって死んだの、殺したのは誰か聞くか。オッケー。じゃあ誰がハンナを殺したの？ L、 L、 I、 D、 B。 図書室だ。図書室に何かあるのかも。E、R、O、O、証拠、証拠があるのか。図書室。何なのこれ、クリス。いいか、こんなのデタラメだ。現実じゃない。ジョッシュ、私にも訳がわからない。いいか、俺を
図書室に何かあるって。この悲しみを乗り越えさせようとしてるのかどうかわからないけど、こういうのマジで迷惑なんだよ。ジャス、ちょっとウィジャボードをやりたかったのはあなたでしょ。落ち着けよ、アシュリーのせいじゃない。ふざけたことしやがって。もうたくさんだ。助手はアシュリーか、クリスが、クリスのせいだと、ガイア追いかけた方がいい。ふざけてると思ってる。いや、どうかな、きっと平気だよ。そっとしておこう。ジャッシュは悪くない。あんなのおかしいもん、物が勝手に飛んでくなんて。君がやったとしたらお見事の一言だよ。私何もしてないってば。言われた通りにしてみない。図書室を覗いてみようよ。あ、二人で図書室覗きに行く。来た、マイク。ジェス、ジェス。そうだ、この先どうなったか。いや、この向こう側どうなってるの。なんであっち歩いてっちゃったんだよ。しかも一瞬だったよね、雪。ジェス、ジェスが一人でいるのか。残ったらギャーっつってなっちゃった。このでも足跡がね、見て、これは一個だからジェスが向こう行ったのかな。見つけても絶対に殺さないって約束するからさ。でも怖がらせるために。あー、やっぱりジェス、やりやがったな。ジェス、どこがだよ。ねえねえ、これ見てよ。誰が見るのだよ。いや、ジェス、全部撮ったのかよ。見てよこの顔。マジでビビったんだよ、いきなり飛びかかってきた。おい、なんだいきなり。おい、ど真ん中なんだぜ。急にやる、びっくりするだろお前。おい、ジェス、何お前を殺す。おいおい、俺に見せろよ。削除ボタンってこれ、これか。ダメ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 。全然面白くない。せっかく可愛かったのに。マイクはかっこいいとこ見せたいから。マイクって女の子みたいに超キュートな叫び声なのね。本当の姿を知るにはビビらせるのが一番ってことだね。もういい、君の勝ちだ。もっと頑張るんだ。もう驚かせたかったらもっと頑張るんだ。まあでもズボンはまだ履いてる。へえ、そうなの。ああ、もっと頑張らないとな。もっと頑張れよ。チャレンジのつもり、覚悟はできてるかな。あいつ、あいつ、私が全力であなたを恐怖。そうだよね、起こしてあげるから。結構近いよ。あいつ何なんだろうな。やば、あいつはもう道なき道を進んでるよね。いつ着くんだよ。あ、何これ。なんか、ね、なんだ。ねえ見てこれ、どっかの誰かさんが掘ったんじゃない。マイクとエミリーじゃない。 M プラス E、 マイク、エミリーか、ああマイクが去年のやつだ。思い出の去年の、去年のか。 M に E だって、 E だって。何の略だかわかる。ああ、これはエリザベスとマイロン。それかマイクとエミリー。いいのよ、なんか意外だなって思っただけ。え、嘘みたい。俺じゃない、俺はバカだった。これは強がる、俺じゃない、否定する。去年はエミリーとここにいたんだ。でもマジで俺が木にハートを掘るような男に見える。女の子っぽい叫び声を上げる男にも見えなかったけど、本当の姿なんて分からないじゃん。きっとエミリーだろ、あいつ変に乙女なところあるから。へえ、ふーん、そう、そう。待てよジェス。おい見ろよ、橋だぜ。吊り橋効果だ。もう戻れないかも俺。あ、ここもなんか落ちてるよ。何これ、野球のボール。ん、いいじゃん、いいじゃん。これを雪の玉に詰めて。頭割れちゃうよジェス。これもうほんと別に何でもないんだ。わ、これ大丈夫？橋。うわぁ、見てよ、まるで雪のテーマパークって感じじゃない？な、いい感じだろ。うん、怖えな、橋本。ところどころ
加えて雪でね、腐って傷んでたのに。オッケー、危ねえ、何もなかった。あっ、今のは何だ。これ何の、たまに聞こえる。じゃなかった。いや違う、あ、多分あれはリスか他の、いやいや何かだ。あんま鳴かないでしょ。何かが襲われてんのかな、動物。さ、なんか叫び声に聞こえるよね。うん、おい、いつになったら着くんだ、こわ。怖いよ。え？聞こえた？うん。え？お、見てるよ、横から。おい！誰かいる？誰か隠れて見てる。あ、なんか投げられるぞ。うわ！そうか、鹿だ。殺されるとこだった。よかった。しかも危ないよね、多分ね。危ない危ない。あれ角あるからね。そうだよ、攻撃してくる可能性あるから。うん、でもよかった、鹿って。不安が取り除かれたね。結構俺ら野生の鹿見たことあるよね。あるある。日光でも見たし、あ、これか。いいね、見えても見たし。ほんとマイクの言った通りみたいだね。あ、何このコテージ素敵。あ、素敵か。いやー、いやー、だけど嘘だろ。こんな屋根、ね、これで一晩過ごせないだろ。なんかあるぞ。え、ガスマスク。ガスマスク、なんか書いてある。本当書いてあるね。うん、わ、これは仕返しだな。仕返しで脅かすか。うん、お前がやれっつったんだ。お前だろやれ。お前がやれっつったんだ。お前だろ。マイクだよ。ジェス。いや、やばい。ちょっと早く。復讐成功だ。死んじゃう、死んじゃう。フェアじゃないよ。フェアじゃないのは誰だったっけ？脅かしはしたけど、ずぶ濡れにはしてないじゃん。ほら、全力を尽くして温めてやるからさ。もう、じゃあ今すぐ始めてよ。俺のスキルにびっくりするなよ。これでもここの小屋はちょっと寒すぎないかな。でもここじゃないんじゃない、目的地は。さらに先あんじゃない。いや、ここか。いや、だって今ジェスがちょっとついてこなかったぞ。ここもうちょっと見てみない。なんか何もないね。でもだってこのまま歩いたら、いや、これ地獄だな。でもここはこれじゃねえな。ここじゃないね。奥だ、じゃあ。もっと奥だ。やばいやばい、ジェス。ジェスが、今体力メーターどんどん減ってってるから、今。ダウンを取らないと。マイクが余計なことするから、ね。あのステータスみたいなのバッて出せるよ。出せる？ある位置だっけ。ほら、ジェスが、ジェスが多分ほら。あ、ジェス今一番元気だわ。これ関係ないやつ。あと、なんかわかんないけど、誠実さが1ミリもなかった。ああ大丈夫か？シカ。ジェス。さっきからシカ。頼むよ、シカ。おやばいかも。ちょっと待って。何？え、何？あまり知りたくない。クマじゃない？ちょっとシカじゃないような鳴き声だったよね。うん、
鹿がやられたような。ひどいな。今の鹿じゃない。今の鹿かも。くそ、これじゃ助からないな。鹿を殺す。鹿をなだめる。あ、時間がない。殺す。これ楽にしてあげた方がいい。安心しろ。ほら、すぐに終わらせてやるからな。いいか。そんな、やめて。オッケー、オッケー。あー、くそ、どうやって。あー、もう見てられない。オッケー、行くぞ、行くぞ、行くぞ。うわぁ、うわぁ、マイク、なんてこと。どうなってんだ、一体。はぁ、はぁ、あぁ、何、逃げろ、早く。逃げろ、やばいやばい、いるかよ。来るぞ、なんかいるじゃんの。いるいるいる、あいつ走れ。おー、近道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 、近道だと多分いっぱいアクション来るよ。やめろ、そんな目線で見るな。あれー、はい、まる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 、はい、大丈夫、落ち着いて、はい、はい、三角で結構急がないとダメだ。どんどん行こう。走れ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 。あ、ついた、ついた、ついた。あ、おー、ジェス助ける、ジェス助ける、ジェス助ける。早く、行くぞ。わかってるよ。くっついてくる。早く、鍵を取って、早く開けて。おー、でも、危なかった。何がいいんだよ。何がいいの。はぁ、俺がいたから大丈夫。嘘つき。いや、本当だ、 110%。 それより、足が水に落ちた。疲れた。何かいるぞ。マラソンでもした気分だよ。本当にそうだな。クマだったのかな。うん、だろ。奴らは早い。私全然見えなかった。まあ、もう襲ってきたりはしないって、絶対。自信満々ね。クマがドアの開け方なんて知ってるわけないだろ。車のドア開けるの見たけど。え、どこで。インターネット。マジ、よくあるけど。まあでもここはインターネットじゃない。いいか、現実だ。それにクマだかなんだか知らないけど、ここには入ってこない。信じてあげる。よし、だんだん気が楽になってきた。少しね、うん、ダメだ。ああ、また、全然居心地よくないじゃないの、マイク。ああ、隙間風だらけだよな。でも、暖炉ならあるみたいだけど。火つけなきゃ、火つけよう。火がなくても温まれるだろう。マイク、レディーにはロマンチックな設定が何よりも大事なの。そりゃそうだ。ええ、そうなの。女の子はムードいっぱいの明かりつけて、うん、暖かい火のそばで彼氏と寄り添うのが理想なの。ああ、でも体を寄せ合えば暖かくなるって。マイク、なに。暖炉、それにムードライト。はい、はい、ただちに。いや、川に落ちてんだぞ。早くつけてやれよ、暖炉。ねえ、あ、ここに、あー、これも、ね、うん、よし、これでムードはバッチリだな。暖炉で、暖炉も火をつけないと。氷の彫刻とキスする羽目になりたくないなら早く火を起こしてよね、今すぐに。よし、薪の準備は OK。 あとはマッチだ。マッチ、あとザ・マッチ。あ、スマホ。そう、最悪だ。マイク、何。ジェス、もう、スマホ落とした。あれ、どこなの。何、どうしたんだよ。ないの、どこにもないの。フォント、ジェス、落ち着いて。何がないんだ。私の携帯、バカ。ないのか。もう最悪。川だ。うわ、外で落としたのかも。ああ、マジか。見つけないとヤバいよ、親に殺される。買い替えればいいだろ。今年だけで4代目なの。オッケー。何やってんだよ。じゃ、探すの手伝うよ。
と外だね。だな。でも外に出るのはやばいと思うぜ。クマか何かいるだろうし。わかった。私を脅かそうとしなかったらずぶ濡れにならずに済んだのにね。あれをやんなければ悪かったよジェス。水浸しにならなかった。きっと水の中に落としてもうどうせ使い物にならないし、もういい。もう諦め、いやでもそうだよ、約束だ。命の方が大事だよ。よし、マッチだよ。見てろよ、ハートに火をつけてやるぜ。そのセリフ使いたくてしょうがなかったんでしょう。暖炉とハートに火をつけてやろうぜ。一本しかねえ。どうだ、つけたぜ。うまいな、つけ方やったね、うん、ブラボー。まずはちっちゃい木からつけないと。お嬢様、お次はどういたしましょうか。ここにほら、お酒があったらよかったな。ああ、そっか、言ってくれれば用意しておいたのに。なんかそういう気分じゃないんだよね、まだ。どうしたの？もういいからキスしよう。安心させるのが一応。どうしたの？どうしようか。俺、なんかした？ううん、そうじゃなくて、あなたはそういう相手かどうかなって。その、わかる？ほら、私の問題なの。あ、ジェス、俺は本気だ。俺がどう移ろうと、そのチャンスをくれ。きっと期待に応えるよ。その自信満々なとこが好き。マイク、ブラインド。ブラインド？あ、閉めてくれない？確かにあいつが見に来るからな。誰も言うわけないだろ。でもなんか、それも怖いけどな。見られてる気がするのなんか嫌な感じ。ジェス、心配ない、平気だって。あんなとこ誰も来ないって。だから本当に嫌なんだってば。ほら、いるじゃん。閉めりゃいいんだろ。閉めたよ。さーて、何だったっけ。そこも閉めたいな。ごめん、あ、ごめん、なんか私ビビっちゃってて、このまま続けるのはちょっと無理かも。え、何のこと。私自信満々でセクシーな女の子みたいに振る舞ってるけど、本当は正直言うと私すごく自信がないの。うん、君は最高にセクシーだ。複雑そうだ。大丈夫だ、君は最高にセクシーだ。そうだろうな。ジェス、そんなこと言うなよ。え、自信なくす理由なんか全然ないって。もうあなたには分からないの。分かるさ、それはみんな同じだよ。誰だって不安だ。ジェスにもジェスなりのコンプレックスがある。君はコントロールしてる。建前じゃなくてちゃんと本物だ。そうかもね。ああ、そこがまたセクシーなんだよ。本当に。ああ、もちろん。ねえ、来て。なんかフラグ立ちまくってるな。マイクのこともコントロールできるかも。大丈夫かな。いつでも準備 OK だぜ。気をつけろよ。気をつけろよ。いる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 。マイク、ジェス。いるいるいる。逆にだから堂々と外で動けちゃうよね。どちら？なんだ？ああ。なんだ今の。何、知るかよ。何なのか見てきてよね、お願い。いやー、もう薄着になっちゃったよ。なんかでもテレビの音みたいなの聞こえる。
本当だ。うわ広いな、結構思ったより。何の音これ、ラジオかな、気をつけろ。ベッドあんじゃねえかよ。うん、なんでそのベッドあんじゃねえかよっていうツッコミなんだよ。なんか倒れてんの。あ、ここが窓が割れてる。なんか何があるの。え、スマホじゃん。君の携帯だ。投げ込まれた。え、そう、おかしくない。逆に怖くない。携帯が。さあね、窓から入ってきた。いやいや、そんな。あいつら最悪、頭くる。何、うん、もう、あいつらだよ。私たちがいい感じになった途端にいたずらしようってつもりなんですよ。なるほど。そっちだ。もうあいつら最悪。ねえ、ちょっと、聞いてる？あんたたちよ、いるのはちゃんと分かってるんだから。どこにいるの。やばい、やばいやばいやばい、もう正面にいるじゃん。やばいやばいやばい、くるくるくる。でもね、くる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 。気をつけろ。もう暗いから見えないんだ。おい、ジェス何を言ってんだお前。ジェス、ゆっくり楽しむから。いい加減にしてよ。ウーサムじゃないんだよ。ウーサムってブル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 って震えてる。本当に彼女たちが話しかけてきたのかな。え、ちょっと待って、わからない。あの人間技じゃない。思ってた作品と違うわ。じゃあ調べてみるか。ちょっと待った。俺は分かる分かる、お兄ちゃんの復讐劇だと思ってた。なんかね、その人の人じゃないな。幽霊と話した時女子を。なんかいるな。なんかいるね。平静を保とうとしてた。この山なんかいるな。聞かない方が良かった。でもそのために戻ってきたんだろ。まあそうだけど、でも今回はちょっとやりすぎだったかも。こっちはあのジョッシュ、あ、そうだ、ジョッシュの怒らせちゃったから、うん、が怒って、うん、お前らいい加減にしろっつって、うん、多分家の中にいるんだろうけどどっか行っちゃったよね、うん、でそれを探してんの今。そうかも。あ、危ない。あ、違う、図書館を探す。あ、そうだそうだ、ね、図書館ベスのあれで。見て、何を。本の後ろに何かあった。なんでこんな吹き飛んでくる。あれ何、ボタンかな。なんでこんなところに。僕も知りたいよ。押してみる。ボタンは押すためにあるだろう。押してみよう。うわ、すごいな。頭がパン。このロッジはみたいな展開だったらラブコメがいいな。ワシントン家が秘密の部屋を作ってたなんて。会ったことさえ知らなかったかも。ここ古いし。で、入ってみる。お先にどうぞ。ダメ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 、私後。わかったよ。大丈夫か。お、監視官。雲雲雲雲雲。怖いっつったから。あれだ、ドクター。ん？ちょっとこれ何の写真。これベストあれじゃん。ベスト。すごい。え？これって何があったの？え？俺は奴らを捕らえ、豚のように皮膚を裂いて血みどろにしてやる。16年も可愛いハンナとベスを俺は16年も待ち続けた。どういうこと。俺は奴らを捕らえ、豚のように皮膚を引き裂いて血みどろにしてやる。奴らってハンナとベスのことだったりするの。これはどっちなんだ。嘘だろ。いや、これはどうする必要ないんじゃない。ここには何もないっていうか、これを見か、正直にこれを見、いや、アシュリーと考えよう、うん、これ君のことあまり怖がらせたくないんだけど、
これを見て。え、それ何なの。多分ウィジャボードが僕たちに見つけて欲しかったものだよ。手がかり。そう、手紙だ。ちょっと見せて。てか、脅迫状か。クリス、やばいよ。ジョッシュに教えなきゃ。今すぐに。確かにこれジョッシュ。今のは何。ドアが開いたね。何、どっかのドアが開いたぞ。それかそっちから、うん、あの奥は違う。大丈夫でしょ、来てるね足。ジョシュ、ジョシュ、ジョシュ、おなかる、メガネ、メガネケース、ハンナ見ろよこれ。ハンナのメガネケースだ。ハンナだね、メガネっつったらね、うん、ハンナ、アシュリーいる？いるね、アシュリー。こっちじゃないのか。さっきもう一箇所行ける場所あったりした。いや、そう、いやでもさ、怖いじゃん。怖いじゃんってなんだ。この建物入ってます、部屋入ってます。そこ、うん、怖っ。ハンナとベスは本当に誰かに狙われてたの？だとしたらこんなの狂ってるよ。うわ、怖っ。怖いな。あ、なんか手紙ある。JSR スワフハム、CJR スワフハム博士、人類学部、ハスケルホール183号室。この辺は別にいいか。まあまあまあ、ご遠慮いただきありがとうございます。落書きや度重なる方針なども問題にもかかわらず、部族の方々がこの地にまだ愛着を感じていることに安心しました。部族、今この辺のなんか絵がちょっと、ね、確かに部族っぽいね。原住民っぽい。そのここは彼らの人々の故郷であることには変わりありません。部族の末裔である方々に連絡を取り、長老会に寄与することを伝えました。過去の傷を取り除くことは容易ではないと思いますが、これは必要な一歩だと考えています。リンダ・ワシントン。こう、ワシントン系なんだよね多分ね。うーん、不審者をまた見かけた、木曜9時17分午後、発電小屋付近でたむろしているものを目撃、今後も記録することに決めた。あ、じゃあ録画してんのはワシントン家が。あ、ちょっと後ろとかないのかな。あった、あった、あった。また不審者。あ、これがさっきのジョッシュのお母さんだ。お母さんなんだ。先住民たちとの関係を良くしようと頑張ってたみたいだね。ああ、負の歴史が長いからね。うん、いや、先住民の方々ね。これが先住民の方々、ね、邪魔してるわけだからね。じゃあそういうなんか、お母さんのなんか部屋とかに繋がってるの。そうだ、ああ、さっきサムと一緒に見かけたものが気になってて。うん、何。あ、指名手配者の張り紙。そうそう、西部劇っぽいやつでさ。それで。それにサムは誰かにつけられてる気がするって言ってた。え、それって山のどこかに犯罪者が潜んでるってこと。しかもあの脅迫状を見つけたんだ。クリス、今ので私を元気づけられると思ったら大間違い。何？今のは？ジョッシュの声よ。キッチンからだ。ジョッシュ！ジョッシュ！ジョッシュ！今行く。待ってろ。アシュリー！何者？アシュリー！アシュリー！逃げてね。入れてくれ！いけいけ！開けろ！アシュリー！カンザ！アシュリー！大丈夫か？はい。上上。よいしょ！アシュリー！アシュリー！ああ！
通にやべえやつ入ってんじゃん。おいおいおい、おいおいおい、ちょっと待って、こっちにもなんかいるぞ。え、向こうにもなんかいて、うん、お前は誰だ。こいつ悪趣味になってくな、どんどん。なんか確かに、こんなんだったっけ。部屋はなんかね、部屋がやばいね。あれ、こんなんだったっけ。ちょっと知的な部屋だったよね、うん。写真を数枚見せよう。君が親しくなった人たちの写真だよ。はいはいはい。誰なんだろうこれ今。だが実際はそこまで親しくないのかもしれないや。話聞かれてんの、ね。いいかね。正直であることが重要だ。これから見せるペアから好きな方を選んで、時間をかけてもいい。重要なのは答えだ。はい。お、サムとジョッシュ。サムだな。どっちのがいいかだよね。サムだよね。サム。サム。うわー、エミリーとマット。マット。クリスとアシュリー。アシュリー。マイクとジェス。うわぁ、マイク、俺は、あーでもマイクか。いや、ジェスも悪い子じゃないような気がしてきたんだよな。ジェス行く、ね、ジェス行こうかな、ね。何見てんだ。ジョッシュとエミリー。ジョッシュ、クリスとマイク、クリス、なんだよ。教えてくれ、教えてくれ。君が遊んでいるこのゲームの中で、はい、誰が一番嫌いかな。うわー、誰が一番嫌いか。エミリーとマイク。エミリーかな。エミリーちょっと性格がね、うん。マイクもこいつのせいでいろいろ怒ってるし。でもマイクはね、なんかいざという時は心配したりするしね。じゃあエミリーにしようか。エミリーかな。君の好みには合わないというわけか。自信のなさは裏を返してみれば過剰な自信というやつだ。考えるといい。何か思い当たることがないか。ああ、またもや時間となってしまった。次回また話すとしよう。